ちゃん。こんにちは。さあ、侍ジャパンの次期監督が、はい、井端さんというふうに名前が上がりました。そうだな、はい、意外だったけどね。意外でしたね。いや、それはアンダー12の監督やってるから、はい、まあ、そこには行かないのかなと思ってたら、はい、井端の名前が上がったね。そうなんです。9月26日に就任要請を受けたことが分かったということで、はい、受託に支障はなく就任は確実と見られていまして、10月の3日にもその就任の会見が開かれるのではないかというふうに言われています。はい、はい、なのでここは組閣です。いや、でもちょっと待って、はい、でも井端は条件付きなんだろ。そうなんですよ。2024年のプレミア12の11月までという異例の1年間というちょっと不思議な感じです。まあまあそうだな。でもまあ前にも動画出したように、はい、まあ、いろんな人がやっぱ各球団の監督のオファーを待ってるような状態なんだよね。はい、だからそれユニフォーム着ることによって各球団が来た時にお断り入れなきゃいけないというね、はい、まあ、そういう事情もあってなかなか先に進まなかったという監督人事があると思うんだけども、はい、まあ、井端な、野球がしっかりしてるしな。そうですね、考え方もしっかりしてるし、はい、だからまあ悪くはないなと思うけども、うん、そういう条件でいいのかなっていうね。なんかそうですよね。もうそれかわいそうだろみたいなね、なんか取ってつけたような、はい、それ1年間だけやってそのままあれっていう。まあそうだな、はい、ですよね。うん、まあでもまあ仕方ないよねこれは。もしかするとその井端さん、まあ、継続するかもな。はい、継続するかもしれないし、井端さん自体がその2024年の11月以降で何か、はい、もしかするとあるのかもしれないです、予定が。あとは来シーズンの11月までで、例えば現点の12チームの監督でどなたかが例えば契約が切れてお辞めになる時期と被るとか、いろんな何かがあるんでしょうね、きっと。可能性はあるね。はい、まあ、ただあの暫定ではあるんですけれども、来年の11月まで井端さんが濃厚ということで、はい、応援します。しますよね。いやいや、本当全力で。あのこの動画にも出てくださっているので、はいはい、YouTube でも。じゃあ組閣、はい、これがまた注目です。難しいな。井端さんとももちろんつながりがある方ということになってくるんですよね。まあつながりがあった方がやりやすいだろうね、うん、じゃあ7名ですよね。 1,2,3,4,5,6,7、 どなたをコーチとしてお迎えするのか、はい、さあ豊さん、ズバリ占いましょう。占うのここだもん。占うっていうよりも発表待ちゃいいんじゃない。いや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 、待てない。先手先生で、もしかしたらこれを見て関係者の方が、はい、井端さんが参考にするかも。気がつくかもな。じゃあまず、はい、ヘッドコーチ。前回の WBC では白井さんがヘッドコーチをされていましたが、うん、まあ、いろいろヘッドコーチの候補はたくさんいる。まあたくさんでもないか。でも俺がいいなと思うのは辻。あの西武の監督やってましたもんね、はい、あと中日でもコーチもやってて、井端との絡みもあるしね。あ、まあ、気心知れてるという意味では、はい、前西武の監督の辻ぐらいを置いとくと、はい、迷った時に相談しやすいかなっていう。おー、でもちろんあの西武時代は優勝にも導いてる監督ですし、もちろんもちろん経験も豊富だしね。ですよね、うん、だから辻とかはいいかなって思う。その大体井端さんと同い年ぐらいのもちろん方たちも OB の方もいらっしゃいますけど、やっぱちょっと年が離れてた方が、ここら辺がやっぱ話しやすかったりだとか、うん、こう中和剤になるというか、うん、冷静に入れる、はい、それと俺と同級生、やっぱそこら辺の年代も入れといてほしいなって希望の星になってほしい。そうですね、そりゃそうですよ。まあ、そうじゃあヘッドは辻さんと。辻だな。ということは次、打撃コーチ。打撃はね、はい、前回は吉村さんでした、WBC、はい、前ロッテの監督の井口。井口さん、はい、これは大した理論も持ってるしね、はい、やっぱ説得力もあると思うんだよ、うん、だから悪くはないと思うんだよね。そうですね、まあ、ロッテの優勝の監督もされてますし、あと、まあ、優勝はしてないのか、うん、あ、優勝してないんですね。してないけど優勝にこだわることはないんだよ。ないですか。あとメジャーリーガー元、うん、もうあるしね、はい、あとは井口がダメだったら福留、まあ、どっちでもいいと思うんだよ、はい、ダメだから福留じゃなくて、はい、ストレートに福留でもいいよね。あの井端さんと一緒に中日時代、まあ、そうだね。で、コーチ経験はないけどもまだ、はい、まあでも教える能力は高いと思うし、うん、そんなね WBC に出てきたからって教えることってあんまりないんだよね、はい、だからやっぱこういい時の状態を見といてあげて、うん、悪くなった時にポッとしたアドバイスができるっていうのは、うん、福留ってよく見てるしね、相手のことをね、はい、だから福留なんかもいいんじゃないかなって思うね。そうですね、はい、
守備です。守備、はい、守備は前回あの WBC は清水さんがされてました、はい、で赤星、赤星さん、はい、うん、これはやっぱ守備走塁ということも含めて、はい、赤星なんかはもう守れて走れて打ててっていうような選手だったし、うん、走る能力っていうのも高かったし技術もあるしね、はい、で守備に関しても俺はいいと思う、うん、で大学の後輩に当たるのかな、ね、あの井端さんの方が1年上ということで、そうそうそう、はい、まあ、コーチコール手伝いみたいな、まあ、コーチ経験がないけども、そうですね、まあ、だけども辞めてからもこう野球解説もしたいだとか、うん、いろいろキャリアも積んでると思うしね、はい、だからそういう意味ではいいかなと、もうそうですね、赤星、もう赤星さんそこは一択、例えばあの巨人時代に一緒にやっていた片岡さん、あの元西武でもありますけれども、うんうんうん、片岡さんなんかはどうですか。まあそうだね、片岡なんかも内野の守備っていうことに考えれば、はい、それはいいかも、あ、悪くはない、うん、まずは、まあ、守備って言っても外野守備走塁コーチだから、あ、そうか、いや、それは赤星は内野やったことないから多分分からないと思うけど、外野の守備と走塁だけ頼むなっていう、あ、なるほど、じゃあ外野のっていうことで赤星さんをそこは挙げられますね、はい、さあ投手コーチです、投手コーチね、吉井さん、まあ、今ロッテの監督ですが、はい、まあ、これはブルペンと2人いると思うんだよね、はい、だからまあこれは一緒にするけども、うん、まあ、松坂とか、鼻ありますね、松坂はプロゴルファー目指してるからね今、え、そうなんですか、そうそう、 YouTube で言ってたけど、はい、なんかゴルファーになるとかなんとかって目指すとか言って、え、だからそういうやってる暇があるかどうかね、わからないけども、はい、まあ、一肌脱げよって言ったら、はい、可能性がなくはない、あのもちろん国際経験豊かなので豊かだし、はい、アテネオリンピックの時の一緒にやってるからね、井端とかね、そうですね、で上原もそうだし、上原さん同い年ですもんね、うん、上原も可能性はある、うん、確かにそうですね、で川上憲伸、あ、憲伸さん、はい、中日時代、うん、まあ吉見、吉見さん今アンダーで一緒にやってますもんね、うん、だから吉見は俺入ってくると思うんだけど、だからそれが投手コーチなのかブルペンに行くのか、これは分からない、だから今挙げた、はい、まあ、ガンちゃんも入れといてあげるから、ちょっと待ってください、いきなり出てきましたけど、いやいや、もう教えることはだからないって言ってるでしょ、はい、ある程度もう気持ちだよ、精神行こうぜみたいな盛り上げ役みたいな盛り上げ隊長ですか、隊長だよ、それはマスコットキャラでいいんじゃなくて、いやいや、いやいや、じゃない、はい、でもああいうところに行ったら、うん、まあ、戦略戦術は立てても、はい、やっぱ元気っていうのも大切だからね、あ、戦術戦略元気みたいな、うん、元気担当ですね、まあ、多分入らないと思うけどいやだけど、はい、でも悪くはないなと思ってね、うん、そうですね、いや、それで今挙げた4人、うん、まあ、5人ガンちゃん入れたら、ね、はい、コーチ経験がないんだよね、皆さんそうですね、そうなんだ、だからまあそこら辺は難しさはあっても、はい、まあ、吉見は入ってブルペンか投手コーチで、あとはそうだな、松坂はちょっと入るかどうか分かんないけど、うん、上原川上憲伸っていうのは可能性はあるような気がするよね、そうですね、うん、まあ、吉見さんはね本当今アンダーで一緒にやってらっしゃって気心知れてるっていうのもありますし、うん、まあ、上原さん川上憲伸さんなど解説とかでもやっぱり独特のやっぱり色も、まあ、まあ、ね、はい、持ってらっしゃいます、はい、まあ、松坂さんはなんといっても花がある、うん、で山さんはやっぱ元気がある、うん、元気がまあね、はい、でも大事ですもんね、まあ、大事っちゃ大事、はい、中でも有力なのは上原さん、川上さん、吉見さんあたりが、はい、この投手コーチ、ブルペンコーチ、まあ、そうだな、だからまあ上原、川上憲伸、吉見、はい、この3人の中の2人かなっていうような気はしてるんだよね、うん、なんか私もなんかそれっぽい気はします、はい、さあ内野作戦コーチですけれども、まあ、井口さん、あ、前任者白石さんだったんですけども、まあ、そうだね、まあ、変えない可能性もあるけども、はい、まあ、井口とかはやっぱ内野手出身だし、はい、うん、だから悪くはないなって、まあ、片岡でもいいよね、あの片岡さんの話に出た、うん、まあ、打撃の方で井口さんか福留さんというふうにおっしゃってたんで、豊さん、そうなってくると、じゃあ福留さんを打撃にして井口さんを内野の作戦の方に、まあ、そうだね、まあ、それか、まあ、井口が断るようであれば、うん、片岡さんでもいいのかなっていうふうには思う、特に内野の作戦ってなってくるとどういうことがこう大事になってくる、いや、いろんなフォーメーションだとかいろんなことを作らなきゃいけないし、うん、あとはやっぱり守備体系とかそういうのも整えなきゃいけないし、うん、いろいろある、いろいろ大事なところ、ポジションなんですね、はい、でもそれは井端ができるから、
そうか。そうそう、だからまあそんなに、まあ、重要だけども、はい、まあ、井端もいるということであれば少し楽だよね。確かに、コーチとしたらね。そうですね、負担は減る。どうしますみたいな、うん、言っとけば井端が答え出してくれる。楽ですね、気持ち的には。おーい、こうやれみたいな。おーい、こうやれ。伝達係ですよね。そうそうそう、なるほど。そんなんでもいいなっていう、はい。さあ最後、バッテリーです。バッテリーは鶴岡。あ、鶴岡さん、まあ、前任が村田義則さんだったんですけど、そう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 、ここは鶴岡さんに変える。日本ハムのね、はい、ソフトバンクに一時期行ってまた帰ってきたけども、はい、まあ、鶴岡なんかすごくいい理論持ってるし、うん、まあ、いいのかなって思うよね。人柄もいいし、まあ、そうですね、まあ、前回ねダルビッシュ投手が指名してっていうところですけど、まあ、井端さんとねちょっと接点があるかは鶴岡さん分からないんですが、そこはやっぱり、まあ、まあ、そこら辺はなくてもお互いこう大人だしね、うん、で、まあ、鶴ちゃんが、はい、うまくやるよ。あ、 そこら辺は絶対うまくやるから、うん、キャッチャーだから。そうですね、まあ、そこら辺はうまいよ。立てて立ててっていうところですかね。そう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 、ということでね、あの勝手に、井端さんの組閣が決まりました。どうだな。勝手すぎます。これ全部当たってたらどうしような。いや、これすごいです。全部当たったら、ゆたかさん聞いてたのって話になりますよね。そうだよな、うん、聞いてないんだよ。電話しても出上がらないんだよ。いや、忙しいし、今、まあ、そうだな、誰とも話したくないんですよ、きっと。そうだよな、言えないので守秘義務があるからな。あの井端さんもね、あの何も僕からは言えませんと言ってたんで、変に突っ込まれると。俺が言うとさ、YouTube で絶対言うって思ってるから。だからもう各球団の監督もそうだもん。俺が質問したら、ゆたかさん言っちゃうからなって。あれ、言わないですもんね。言わない言わない、肝心なことは言わないです。言わない言わない、言っていいことだけしか言わないので。そう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 、安心して電話に出てください。そうだよな。そうですね、はい、ただちょっとね、まあ、10月3日に正式に会見がある模様、はい、でその後に今度組閣が発表されるということで。でもね、やっぱり井端も気受けるように本当に複雑だと思ったよ。はい、まあ、これは話してないからわからないけども、あれだけのね感動を国民に与えてみたいな、野球ファンに届けてね、はい、今年終わったけども、そのチームを継承していくっていうのは相当な勇気がいるし、相当な覚悟がいると思うんだよね。はい、まあ、そこをこう、まあ、暫定的にも受けたというのはすごい井端の勇気も買うしね、はい、応援したいよな。頑張ってほしいよな。うん、応援したいです。はい。